タラネジャ・バンバクはイラン系カナダ人の科学者、哲学者、芸術家、作家、詩人、翻訳者、文学評論家、ピアレビュー者、編集者、人権活動家である。彼女の作品に関するいくつかの批評家がメディアに発表した。これらの批評家の中には次のようなものがあります。いくつかの研究者と作家は彼女の伝記を出版し、 イランと米国で出版された本に取り組んでいます。偉大なイスラムの百科事典のためのセンターは、彼女の哲学的なシステムを再出版しました。彼女の哲学である知識と美学を2016年に再出版しました。プーラン・ガロクザドは2002年にさて出版したタラネ・ジャバンバクの本について書いています。笑いアッパースは別のアンソロジーでタラネ・ジャバンバクの詩を出版した。 この本は、ネガが2013年に、テヘランで出版したものです。モナ・ファラヒは2015年にアルデビルでマハジ、アルデビル出版が出版したタラネ・ジャバンバクの別の詩を出版しました。モハメット・センタクスルゼデスは、タラネ・ジャバンバクと詩集、短編小説彼の著書には、2017年にテヘランで出版されたフェニックスによって出版された翻訳書があります。 ありがとうございます。